久保さんいや、びっくりししたでしょ。いまあまあ、まあ、伝えたいことっていうのは何かっていうと今まで絶対こうだと思っていた絶対こうだっていうふうな常識があったとしてもそれを柔軟に破壊することができるそして新しいものを取り入れることができるっていうこの発想の転換っていうのは僕は非常にこの、うん、時代を生き抜く上で大事なんじゃないかなと思うんですね。 確かに一つのものをね、こう大切に使って愛車精神、それで一つを守り抜くっていうことも大事かもしれないけれども、まあ新しいテクノロジーがもう入ってるわけですよ。まあぶっちゃけ言うとあの3、4っていうのはもう、あともう二十何年経つわけですよね。だ今の最新の車っていうのを僕はその味わえないわけです。あれをずっと乗ってると。もちろんあれをチューニングして、あの維持してっていうのはあるんだけど、どうしてもやっぱね、限界があるわけですよ。限界がね。 なんで、まあ、今の本当に最新のテクノロジーが積まれた車を体験できる可能性があるわけですよね、あれ売ったらね、すぐね、すぐ、もうキャッシュバーンみたいなね、し,しかも新車、僕、の新車1台も買ったことはないんですよ、人生において。久保さん、人生において新車1台買ったことあります僕、ずっと人生において中古なんですよ。 なんで人生において初めて新車を買ってみるっていうのもね、僕の常識にはないんですよ。車は中古でいいやっていう常識なんですけど、これも新車で買ったらどうなのかなっていうね。しかもその新車で買うものがまあ1800万ぐらいする新車ですよ。で、今最上級 BMW の最新のテクノロジー全部入れてるやつなんですよね。で、それをじゃあ乗ってみたらどうなのかと。あと GTR をこう手放した時にいろいろなね、深い思い出っていうのに あのあんなことやったな、GTR とみたいなね。多分、その所有してる時よりかは、逆に手放した時の方が、自分の思い出価値っていうのが上がったりするんじゃないかなと。まあ、いろんなね、まあ、あの、思いをふけてるわけです、今。なんで、まあ、10月からね、まあ、僕は39歳にもなりますし、まあ,あ、R34 をちょっと売っていこうかなっていう動画をね、どんどんちょっと撮っていこうかなと思います。では、いってらっしゃい。